2010 FIFA ワールドカップ 2010FIFA ワールドカップ決勝トーナメント1回戦アルゼンチン対メキシコ1回戦ブラジル対チリ戦1回戦スペイン対ポルトガル 2010FIFA ワールドカップ決勝トーナメントはグループリーグの各グループを1位あるいは2位で通過した16チームで行われるトーナメント戦である1回戦8試合を皮切りに準々決勝4試合準決勝2試合 3位決定戦、決勝と合計で16試合が行われた。決勝トーナメントでは45分ハーフの試合で決着がつかない場合は15分ハーフの延長戦が行われた。この延長戦でも決着がつかない場合は引き分けとなり PK 戦で勝ち進むチームを決めた。ウルグアイ VS 韓国編集チーム 1V チームにアメリカ合衆国 VS ガーナ。 編集、チーム 1V、チームにドイツ VS イングランド。編集、チーム 1V、チームにアルゼンチン VS メキシコ。編集、チーム 1V、チームにオランダ VS スロバキア。編集、チーム 1V、チームにブラジル VS チリ。編集、チーム 1V、チームにパラグアイ VS 日本。編集、チーム 1V、チームにスペイン VS ポルトガル。編集、チーム 1V、 チームにオランダ vs ブラジル。編集。チーム 1V。チームにウルグアイ vs ガーナ。編集。チーム 1V。チームにアルゼンチン vs ドイツ。編集。チーム 1V。チームにパラグアイ vs スペイン。編集。チーム 1V。チームにウルグアイ vs オランダ。編集。チーム 1V。チームにドイツ vs スペイン。編集。チーム 1V。チームにウルグアイ vs ドイツ。編集。 チーム 1V って AM に詳細は 2010FIFA ワールドカップ決勝を参照オランダ VS スペイン編集チーム 1V チーム2ありがとうございます。